どうも、敦彦ですさあ早速参りましょうエクストリーム現代代社会、アマゾン独り勝ち時代へ <laughs> 結局ベゾスさあやってまいりました結局ベゾスというねやっぱもうアマゾンも使わない人はないですねピンポーンあれっていうね友達かななんて絶対思わないですよねアマゾンかなって絶対思いますもんね もうそれぐらい毎日のようにお家をお訪ねいただいてます。アマゾンさんね、お世話になってない人いないですよね。アマゾンプライムなんてのも,もうね、当たり前のように、えー、皆さん加入してね、それでまあのもう翌日配送なんてのが当たり前の時代になっちゃいましたから、もうアマゾンじゃないね、ネットショッピングしてあの四日後とか五日後なんて言われたらね、遅くないなんて言ってね、やっぱ腹が立っちゃうわけですよ。それぐらいアマゾンっていうのは便利ね。しかも今回これですよ、ウィズコロナ。 独人勝ち状態と言われてるんですね。皆さんご存知ですかあの、GAFA と言われてね、Google、Apple、そして Facebook、Amazon となってる中でもですね、やっぱりこう、皆さん不況ですから、広告収入で主にやっている Google さんですとか、Facebook ですとかっていうのも売り上げやっぱり落ち込むわけですよ。 ユーチューバーもねその時ねあの収益が若干落ちたんじゃないかなって言われたんですよ広告主がねあの広告今出さないで今最近またね復調してきた兆しはあるもののもコロナでやっぱりみんな大打撃の中ですよなんとアマゾンだけがイケイケだったんですね17万5千人あのコロナの状況になってから17万5千人も数週間で追加採用するから 普通だったら首切りますよ。やっぱね。やばいんじゃないかなんて言ったらね。だけども、その追加で採用する今が攻め時だ。なんて、しかもね、株価は25%上昇し、それによって総資産が増えたベゾスの個人資産、なんと15兆円。ベゾスいくら持ってんだったら15兆円持ってるんですよ。15兆円の男ですよ。すごいことになってますね。そのアマゾンというのが、 これからどういう風になっていくのか。そして、そんな時代において我々はどう生きたらいいのか。これなんですよ。私たちに関係ないんじゃない関係あるんです。なぜなら、アマゾンは今や、もはやですね、本を通販で売ってくれるサイトなんかじゃないですよね。あらゆるサービスに進出することで、もうすべての商売やってると言っても過言じゃないわけですよ。つまりこれは、生活のオペレーションシステム。 生活の OS って言われてるんですって。OS ってわかります ?Windows とかね。ええー。だら Mac で言うと iOS とかってね。言ったらその、仕組み全体ですよね。だから生活を包み込むすべてを作ってる。だから Amazon だけじゃないですよね。Amazon プライムでおけるそのプライムビデオね。映像とかもね聞きますよね。さらに音楽もね。ええー、あの、エコー。 アマゾンエコーで「アレクサ」って言ってねあ今僕が呼んだことでなまた反応した人いるんですよねよくね <laughs> ごめんなさいね何ですかなんてよくあるんですよ o k <laughs> ケーグーグルと「ヘイシルも言わないで」ってコメントに書いてあるんですけどね今全員が、ね、目覚ましてる、ね「何ですか?」なんて言うんですけどね「えー、何ですか?」って言った時にね「呼んでない」って言うとね「すいません」って謝ってくれますけどね、えー、最近うちの娘がそれにはまっておりますねそんな謝らせるなって言うんですけどね、えー、それぐらいですねエコーのアレクサですとかあとかあこれね アマゾンウェブサービスっていうクラウドサービスこのアマゾンウェブサービスのこのクラウドなんていうのね言ったらそのエア,ア,ア BNB とかねそのほかのネットフリックスとかのほかの大企業のクラウドサービスだけじゃないですよ。もうアメリカ国防総省とか CIA にもクラウドをすその提供してるんですよ。 もう,もう誰もが使ってる大企業と国家も使ってる家にはアレクサがいるし映像も音楽もプライムで見れて物がアマゾンで届くというもう全てがだってしかもそのアレクサでやろうとしてるのはスマート家電ですよ、ね、家の電球から何から全部アレクサでコントロールできるようにしようとしてるわけですよ。もう何もかもが今アマゾンの中にある中でどんどんと競合他社はア,アマゾンに飲み込まれてってる。 という話もあるわけですよ、ね、アマゾンが来たからもうダメだってなってるのは本屋さんだけじゃないんです小売店だけじゃないんです、ね、いろんなジャンルそれは音楽配信サービス映像配信サービスうわ言ったらラジオ局とかテレビ局とかあと音楽レコード会社とか関係ない話じゃないわけですよねで,でクラウドになったらもうこれも全員だねそんな中我々はどう生きるのかこれをですねやっていかないと次の時代の企業は立ち行かないと。 企業は二分化されるって言ってるんですよ。ね。それを教えてくれるのが、こちら。アマゾン化する未来というね。ベゾノミクスっていう本なんですよ。ね。アベノミクスっていうあの言葉でね。あの、安倍首相とエコノミクス、ね。経済、合わせたアベノミクスね。あの言葉ってもともとはレーガン大統領のレーガノミクスから来てるんですよ。そういう感じで、経済に大きな影響を及ぼす政治家の、まあそういう行動をですね。 まあ、後から、まあ、レーガノミクスって言われたのを得て、減って、アベノミクスって名付けた人たちがいるわけですよね。だから、それぐらい経済に力入れるぞって PR したかったわけですね。それと同じように、ベゾスのやり方が経済にもはや大きな影響を与えるんだという言葉として、ベゾノミクスという。この本がですね、アメリカでめちゃくちゃ売れて、日本でも本屋で今、平積みされてるわけですね。 このアマゾン化する未来、アマゾン独人勝ち時代をハッキングして生き残る方法これはねもう個人とかあと仕事をする人とか会社を選ぶ人会社を経営する人全員に関係のある話になってるんですねこれが面白い何でかというともうねアマゾンの後を追うかもうそれは無理だから対策を取るかこの2択しか人類に残されてる手段はないということですね。 Amazon みたいになるのそれともアマゾンがいないところで頑張るのというその二択の商売になってくるわけですよ。後を終えるっていうのはね相当すごい企業ですよ。アマゾンみたいになりたいって公言してる企業それ例えばウーバーですね。ウーバーは配送とか移動配車そういった配車業界のアマゾンになりたい。ゴールドマン・サックス。 金融業界でねものすごい有名なあのゴールドマンサックスは金融業界のアマゾンになりたいって言ってるわけなんですよそれぐらい超有名企業がもうアマゾンみたいになりたいああいう仕組みを作りたいって言ってるんですよどういうことかこれはですね要するに AI とデータを掛け合わせたという最強のビジネスモデルなんですこれはね後で説明するんですけれども AI ちょっっと分かりませんっていう方ねでもどんどんすごいなんか進歩してるんですよね。あとビッグデータなんかでかいなんかすごいいっぱいのデータ集めてるんですよねというね、まあ、その2つこの2つをかうまく掛け合わせることによってもはや誰も追いつけないぐらいのものを作り上げたというテクノロジー企業だっていうことをまず認識しなきゃいけないんですよ。本屋さんではないたまたま最初に本を売ったスーパーテクノロジー企業だ。 そのテクノロジーの鍵が AI とビッグデータだというね、まあ、最近よく聞く話ではありますけどもそれがですねもう絶対に各業界で丸々業界のだからウーバーもゴールドマン・サックスも追いかけてるじゃあそうじゃない人たち我々みんなそうですよね我々はもう AI とビッグデータで世界を牛耳るぞなんて思ってる方ってここにいます無理でしょ AI いや今からどうするんすか導入で必死なのにね、えー。ビッグデータを取る立場になるまで面を取る。いや、どのビジネスで取りゃいいかなってね。これなかなかプラットフォーマーと言われるところはもうほとんどがね、アメリカか中国の企業がもう全部接見しちゃった。そんな中で対策を取るにはどうすればいいんだ。ね。これも考えなきゃいい。だとしたらですね、この両方。 ね、も,もしかしたらそのすごいスーパー経営者の方でこの動画見てくれてる方もいるかもしれないそういうどちらにしてもですねこのベゾノミクスねアマゾンがやってきたこの世界を牛耳った仕組みと今からやろうとしていることが何なのかを理解しなくては生き残ることはできませんという21世紀の大正解を叩き出した大天才15兆円の男ベゾスを理解しなくてこの次の時代は生き残れませんという本なんですよ。 面白いですねベゾスをわからないと次は生き残れませんというお話なのでベゾスを理解してまいりたいと思っております、ね、このベゾスを理解する上で絶対に理解しなきゃいけない図がありますなので嫌だって言わずにまず1個図を覚えていただきたいこの図はですね a m a z 全社員に共有されて絶対に理解しなきゃいけない図と言われているさらに このベゾスがその図を描いたのはですね、まあ、の喫茶店のナプキンかなんかにパパッと書いて説明したと言われているそのモデルでございます。それがこちら。くるっと回ってるんですね成長というものが真ん中に書いてあります。成長を経ていく過程で AI フライホイールを作らなきゃいけないんだ。 はい、パニック状態です。<laughs> 何ですか？と。あの、さい、さい、なんだろう。もうホイールしかわかりませんでしたっていう方、あの、是非ね、あの、安心していただきたい。ね。ホイールさえわかればわかるんです。ホイールっていうのは自転車とかね。はい、バイクとかタイヤ、ね。タイヤについてますよね。真ん中にある車輪ですよね。車のホイールを変えましょう。なんですよね。ホイールですよ。フライホイールってなんですね。その車輪がですね。こう。 ぐん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 回る状態。弾み車っていう風うに和訳されるんですけども、最初ね、車輪って、例えばそのね、滑車を回す時って、最初は重たいですよね。止まってる車輪を回しますから、ガーって。ところがだんだん勢いがついてくると、回しやすくなる。この現象は皆さん、なんとなく、こう、感覚としてありますよね。自転車の、ね、タイヤとかも最初回すの重いですけど、もう回ったらもう、あと、チュュチュチュチュってやったら、シューッ回りますよね。この状態をフライホイールという。 このフライホイホールからまずご理解いいたただきたいまずですね何かを低コストで作る、えー、いい商品を安く売るこれが大事ですよね商売っていうのはね、えー、悪い商品高く売るっていうのはねこれ詐欺みたいなもんですからね <laughs> えー、なんだこれってことになりますけどいい商品を安く売るわけですよね美味しいパンをみんなが買える値段で売るんだだから人気のパン屋さんになるわけですよねさあこの低コストで何かを作りますねね。その時にね 低価格で売るには低コストで作るのがいいですよね、はい、だから人件費を削るのか何かを削ることでコストトカッででききてるるから安くできる例えばね実家が農家やってるから美味しい野菜が安く手に入るんだなんていうお店ありますよねだから野菜が安いから料理が安くできるんだよってお店が聞いたことありますよねこれもコストカットの一つですよねはいその流通をねあの 間を抜きにしてて直販でもらってるからっるか低コストで作ると低価格で売れる低価格で売れると低価格で買ったお客さんが満足する顧客体験お客さんの満足度が上がると人が増えるアクセスがいっぱい増えるアクセスが増える人がいっぱい増えると、ね、この Amazon っていうプラットフォームっていうのは物を売れるサイトですよね。えー、物が 売,る売,りて売りたい人たちが人がいっぱいいるんだったら使おうアマゾンみたいなサイトが例えば僕が立ち上げたとしますよみんな売ってよなんて言ってもその56人しか見てないサイトだったらいやあそこで売っても意味ないしって思われちゃうじゃないですかねいっぱい人が集まってるからあそこで物を売ろうって言って小売業者さんが集まる小売業者さんが集まることでたくさんの選択肢ができますよね今アマゾンで例えばね えー、なんか靴下とかね検索してもいいですしねあのわ、ー、かりません、ね、カメラとかね検索しても何万件と出てくるでしょね何千件何万件と商品が出てくるだから顧客体験がまた上がるわけですよそうするとまた増えるそうすることによって小売業者さんがまた増える業者が増えることによってということでどん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 こういい循環が生まれる何のことはないフライホイールっていうのはいい循環ってことなんですよ 商売をやる上でこのサイクルを作るするとですね儲けが出るでしょ儲けが出たんだったらそれをコストカットに使う、ね、よりシステムをうまくエンジニアさんに作ってもらって価格を下げるとかねその設備投資をすることで低コストにするそして低価格にするこれも商売の基本なんですよ商売ののの基基本本中この このことのためにやってるんだっていうことを頭に叩き込む。これは何がですね、間違えないようにするか。ここなんですよ。顧客のことを常に優先していくというスローガンを叩き込むためのサイクルなんです。この時利益出るでしょ利益が、サイクルがまた利益が出た時に、やったーってお懐に入れちゃうと、これ回らなくなるんですよね。利益が出たら、それによってさらに価格を安く、 ねすることができてサービスをよくすることによってということでぐんぐん回していくアマゾンはどん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 拡大していってどん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 手に入りやすくしていったんです顧客のもとに届くようにしていったわけですよ顧客最優先これでね間違えちゃうのが競合他社を見ちゃうっていうねライバルを見ちゃうっていう会社がまあ多いんですよ ねえ僕らも芸人のやってて思いました客に受けることが一番なんですよお客さんが笑えばいいのにあのコンビよーとかね憎しんだりするんですよ何の意味もないですよねあのコンビよーみたいなあいつら面白いかみたいなね悪口言い合っちゃったりしてね何の意味もないんですねあと従業員ここがね非常にベゾス的なんですけども顧客にはめちゃくちゃ優しいのがベゾスなんですよ。 その代わり従業員にはめちゃめちゃ厳しいですめちゃくちゃ厳しいですで、それもですね非常にマッチョなんですけどもとにかく顧客が最優先ライバルのことも従業員のことも二の次ということの中でこのサイクルを高速回転させて急成長して15兆円の男になったのがベゾスなんですその中に AI が組み込まれているこれがイノベーションだったんです この商売の基本であるフライホイールに AI を掛け合わせた。それを大成功させた21世紀史上初の男というふうにこの本に書いてあるわけなんですね。AI によってどうなったか。つまりね、たくさんの顧客データが手に入るでしょもう当たり前だけど当たり前だけど Amazon でおすすめの商品がずらーっと並びますよね。あれを最初にやったのが Amazon な 今はネットフリックスとかもやるよね。他のサイトもやるよね。他の人の検索データとか、他の人の趣味思考とかを得て、おすすめをガンガンしてくるっていう。あれを最初にやったのがアマゾン。アマゾンはその本を買ってくれる人が、大体どんな好みかっていうのをリサーチして、おすすめをガンガンやるようになった。ネットの通販の中で。 そういうキャンペーンを打っていく中でどん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 そこに AI を組み込んでもうコンピューターがガン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 ね自動学習でその人が何買ってったのかもう読んでどんどん先読みしてこれが売れるでしょこれ欲しいんでしょってのを言ってくる同じ似たような人がこんなのも買ってますっていうのを言ってくるっていうので顧客体験がどんどん上がるんです。 今では当たり前になったこの高速回転こそがベゾスが開発した最大の発明だと言われているんですこれを頭に入れていただきたい AI とビッグデータを制するものが世界を制するというのはこの高速回転を加速させるからなんですよみんなが欲しいものがみんなが買えば買うほどみんなのデータが取られてそれでどんどん欲しいものがねえ皆さんの欲しいものには何が並んでるんでしょう 見られたくないでお前ふ普段これ買ってんだみたいなのがね全部バレちゃうんですよね時々ねなんかあのまだそれ分かってない人が「ええー」みたいな「ちょっと怖いんだけどこれの広告出てきたんだけど」とかってツイートしちゃう人がいてね「いや違う違う違うパーソナライズされとんねん」と「いやお前がその似たものを今検索したからそれ出とんねんと」と言わない方がいいよそれっていう時ありますからねそれもベゾスの手のひらの上ですから。 絶対に言わないいでくださいね参ったななんですこんなの買わないよとか言ってね要はであったから進めてんのお前が買ってるからそれ進めてるのバカ野郎ってねこれがあの高速のね、えー、今成し遂げてるフライホイルでそんなベゾスどういう風にねあのー、ここまでなったのどういう人間なのかということも理解しておくと非常にいいよということでねベゾスというのは非常にですね光と影がねくっきりした男と言われてまして矛盾をはらんでる。 だって、さっきのねお話の中でも顧客最優先っていうそういう経営者ってめっちゃ優しそうでしょ人の心、めっちゃ分かってそうじゃないだって、人の心とかが分かってないと Amazon プライムで翌日配送はやれなかったんですよあれはね、人の心めちゃくちゃ分かってるんですねなんでかっていうと 今翌日配送をうちが頑張ることによってどうなるかっていう未来を知ってたわけですよね翌日配送するっていうのが当たり前になったらもう3日後に配送する企業のことをみんなが憎しみ出すってことすら理解してたんですよ。はぁ、あ、みたいなサボんなよみたいなアマゾンで買えばよかったよってこうなるわけですよね。それが分かかっってるからやったんですよ でも逆に言うと従業員や競合他社には時として鬼のような行動に出るわけですね。非常に従業員の労働環境なんかも非常にやり玉に挙げられることも多いですし競合他社に関してもね買収もしねに応じなければ買収に応じなければあなたが売ってる商品を0円で売り続けますっていうのをやるんですよ。それぐらい潰しがすごいんですよ。 アマゾンであなたが売ってるのを0円で売り続けてその上で体力勝負でうちが勝つの分かってるから潰すぞっていうことにやるんですよ。鬼か <laughs> それとも天使なのかということで言うとですねこのベゾス一言で言うなら臨機応変の男と言われれてるんでですねそはは矛盾ではない臨機応変なのだと後にその人を評する時に言うそうなんですね。 この臨機応変ぶりはですねそのキャリアから見ても分かるんですねもともとは金融街にいたんですねええー、金融街でなかなかのいいポストを得たんですよもともと育ちはねいろいろありましたそら育ちはいろいろあったんですよね結構複雑な家庭環境だったんですがその後にですね金融街金融街でねえーうん、なかなかのポジションにつくところがベゾスはですね非常にデータが好きでですね そのデータの調べていく中で、金融業もね、どの会社が伸びてるなんかっていうね、やっぱり調べなきゃいけないですから、調べてる中でですね、インターネットが爆発に成長、爆発的に成長してるってことを気づいたんですね。で、それでインターネットを通じて何かビジネスをしなければ、適切にこの場所に移らねばというふうに一早考えた。その時のね、アメリカの金融街なんてイケイケですから、ねエリートですよ。ここにいればもう将来安泰って言われてた。にもかかわらず、上司に言,言うんですね。 ネットで通販やりたいんですよ。えっと。上司はですね、いやいや、それは確かに悪いアイディアじゃない。君のことだから成功するかもしれない。でも、君の今のポジションじゃなければいいアイディアだろう。君がこの会社でこのポジションにいる以上、それはいいアイディアと私は思えないな、ベゾス君。ねえ。この会社にいる方がまだまだ得ができると思うよ。言うんだけれども、それをポンとやめちゃうのがジェフ・ベゾスなんですね。ジェフ・ベゾスはポーンとやめてですね、通販を始める。 しかしそここが伝説の始まりだったそういういとなんですねそんな、まあ、言うことなすこと、ね、どんどんコロコロ変えて臨機応変ねえこ,こだわらない、ね、組織がどうあるか今まで何やってきたかこだわらないうまくいったら続けるしうまくいかなかったらやめるそういうタイプの男さらに結束より事実これちょっと難しい表現になりますけれどもチームワークよりデータというですね鬼の側面ですね。えー やっぱり会議とかになるとですね偉い人が一番発言権を持つというのがまあ通常の会社ではねよくそうですよねやっぱその席次とかもありますしまあポジションもね肩書きがありますよね偉い人の話が一番いい違うね偉い人だろうが偉い人じゃなかろうがデータを示さなければいけないしそのデータが正しければ OK データが正しくなければ隙があれば矛盾があればボロカスに言うというですねこの会議 非常に激しいと、あの、辞めた人たちも言ってます。ね。えー、もう、それは、それは激しい会議で、私はそれでやめましたっていう社員もいるわけですよ。もう、とにかく罵り合うような会議。何なんだ、それは、どうなんだというね。データが甘かったりですね。準備してきた資料がね、グダグダだったら、ものすごいブチ切れるというですね。そういう側面が、この会議、ね、後に言いますけれどもですね。こちら、もう先に説明しちゃいましょう。六ページ資料という。 ね、有名なですねアマゾン流の会議があるんですね皆さん聞いたことありませんかねアマゾンではパワーポパワーポーを使わせないというのがあるんですねというのもパワーポイントでですねプレゼンテーションをやるとなるとですねその時のプレゼンテーションがうまいかどうかによって伝わり具合が変わってくるでしょねそれが残らないんですよその伝達の方法がだからパワーポーに依存するなとねもう紙で絶対に伝わるようにしろ そして紙です全てが伝わるようにしろつまりよしこれぐらいの資料であとは現場のアドリブで通用しないですそのページ数も6ページと決まってるんです何でかこれ面白いんですメディアに新しくリリースサービスをこういうサービス作りますこういう商品作りますという,うリリースする時と同じフォーマットなんですつまりお前のその企画書は この商品やサービスを世間に発表するときと同じぐらいのクオリティでいられるか、これがアイディアに求められるんですね。なんとなく、なんとなくあのあのオマンジュをマンジュをですね、ピンク色のマンジュを売ると売れると思いますってやってですね、それブチ切れられますね。これ六ページびっしり、なぜオマンジュを今。 ピンク色に塗って売らなきゃいけないんだということをきっちり文書化していて初めて会議に参加できるんですよ。で、会議に参加して、それをですね、で、6枚、6ページの資料を全員に配ったらですね、20分間全員で読めって言うんですね。全それを理解せずに発言するやつは許さないと。もう持ってくるやつは6ページに絶対まとめなきゃいけないし、会議に参加してるやつはその6ページを20分間で絶対に理解しなきゃいけないんです。そして絶対に理解した上で発言しろ。 ね、なので持ってくる人も参加する人も徹底してるという、まあ、この結束というより事実、ね、データ至上主義、ね、もう非常に効率的であるにもかかわらずこのスピード感ですよこの1番と2番っていうのはスピードマンであることを非常に示していますよねスピードファクトですねここにエモーショナルな要素はないですねはい誰々に配慮してもうちょっとということはやらないですスピーディーだファクトだと言って。 そして3番目の個性がですね超長期視点これがすごいんですよスーパーロングショットなんですねこれがですね面白いのがほとんどの経営者というのがですねまあ次の四半期ね次のまあ数ヶ月のことしか考えられなくなっちゃうんですよ皆さんもそうじゃありませんかねえ今年のこと最最悪今年のことですね最長で今年今年どうするっていう計画は立てますよね でも来年のことを言うと鬼が笑う的な感じでちょっともう来年とか再来年まで考えられなくないですかね何が起こるか分かんないしとかってねやっぱ思うわけですよところがですね2か月3か月いや2年3年のスパンで考えてるやつはそれぐらいのことしか達成できないって言うんですよなぜなら本当の偉業というのは23年で達成できないから確かになあと ね、いかにベゾス私といえどもねこれ今ベゾスになっていてますよ <laughs> いかなベゾスといえども23年で必ず結果を出せと言われたらやれることは限られるだがどうだろう7年かけてもいいと言われた瞬間たくさんのアイデアが思いつくのだそこから始まるものがあるこれがベゾスがですね成功したおそらく最大の理由じゃないかなって私思うんですね この超長期視点の男だという個性を理解しないとめちゃくちゃロジカルでめちゃくちゃスピーディーな男という理解しかないんですよ。だからどうしてもなんかこう人の感情がない天才でしょうみたいなイメージになるんですけど実はですねベゾスはものすごくロングタームで物事を考えれるという才能がまあ本当のスタンドだと僕は思うんですね。ベゾスの超ロングタームっていう スタンドがですね、すごいいるんですね。その能力者なんですね、それの。普通は2年3年未来しか見ないんですけど、それをですね、数十年のスパンで考えることができるというですね、スタンド能力を持ち主なんですよ。これが作り出したサービスというのが AWS、Amazon Web Service。実はこの Amazon Web Service というのは、めちゃくちゃロングタームじゃないとやろうと思えなかったサービス。クラウドサービスを 1、ね、一個のこのねネット企業が作る相当な設備投資だが回収はいいつでできるんんだっっていうところもあったんですしかもそのね時はねあのドットコムバブルといわれる2001年の言ったら IT 企業がうわーってもてはやされたけどねそこにはまあ大したことない企業もいっぱいいるわけですよ、ね、お笑いブームみたいなもんですようわーってテレビだけど大半はそんな大したことない芸人だったっていうね。 いや、でもそうじゃない。いっぱいいたじゃない。お笑いブームの時あんな出てたじゃない。あんな人もこんな人も出てたじゃない。でも9割方いなくなるそれがブームだもん。だからそれがブームなのよ。お笑いだったら何でもいいって思ってみんながわーって熱狂したけど残るのは人握り。10年活動できる、15年活動できる人握りですよ。ね。IT 企業も一緒。IT 企業だ、イエーイって言って投資家が、ね、投資してくれたのはもう本当つかの間。ね。 結局は実力のあるところだけが残っていく。そんなドットコムバブルドーンと崩壊したさなか。ねそんな中ですね。そっから数年。ね。もう必死ですよ。利益なかなか上がらないなんて言われてね。ずっとこれを回転させて、得たものを全部ですね、設備投資に使うような男ですからですね。あの全然利益上がんないじゃないか。え、どうなってんだなんて言われてる時に、クラウドだ。なったっていうのは、この超長期視点があるからと言われています。さらに。 ブルーオリジン。これがすごいんですよ。ベゾスの最終目的が何かをちゃんと理解しておりますかということなんですね。このブルーオリジンっていうのは宇宙産業なんですよね。ロケットを飛ばして人類を宇宙へ連れていく。なんとなくね。あ、なんかその。え、あのテスラのね、イーロンマスクもなんか宇宙やってるし。ホリエモンもなんか宇宙行ってるから、なんか I. T. の人宇宙好きですね。 いやいやロマチストっっててそそうう思るかもしれないそうじゃないいじゃんですよ本当にベゾスはですね明確なビジョンを持って宇宙に行こうとしてるんですなぜかなぜか間違いなく人類のこの成長スピードはこの惑星の環境をの限界に達するだろうと。 ねえ、最近やりましたよね、動画でもね、気候変動の授業ですとか、ねえ、ほんと、まあ、人口の,この増加に対して、もしくはこの経済をね、回していくのに対して、環境への負荷が高い。ね地球だけでは賄いきれない、人類は。ということを明確に考えた上で、宇宙にですね、人を運び、その上で、そこでですね、だから言ったら、 大航海時代宇宙版なんですよ植民地を宇宙に作ることによってそこと内陸との産業を分担するっていうビジョンなんです重化学工業重工業と鉄鋼鉱石とかの工業ねを宇宙に宇宙にはいろんな鉱物があるね、いろんなものがあるね、素材がいっぱいある宇宙でねそれを開発するんだ逆に地球は 住宅地や軽工業の場所にするエリアを分けるっていうのを宇宙レベルでやれば人類はまだいけるっていうねそのためにですね宇宙開発をしてるこれをもはやですね数十年単位で見てたのが AWS 数百年単位で見てるのがブルーオリジンこれをですね普通に考えれちゃうっていう超長期視点っていうのが面白いんですねこの、ね、ベゾスの打ち手はですね全部ですね長期スパンでやってることが後に判明するのが面白いんですよねっ ベゾスがですね、ある時取締役にですね、あの、もともと MTV というところのね、あの CEO、だからメディア、ね、あのテレビとか、あ,あと放送業界にいた会社の、大きい会社の CEO を引き抜いて、えー、取締役に置いた。ね、なんでだろう。ね、そうしてたらね、プライムビデオやミュージックが始まる。とかね、あとはですね、取締役にですね、ね、あの、国防総省のね、 えー、顧問の、ね、弁護士を入れてみるなん、ね、でだろうしばらくしたら AWS が国防総省で採用されるとかねそういうですね取締役の配置もですねだいぶ先を見てあの,あの場所に行くんだったらこの人材が必要だろうっていうやり方をするんですよ。なので今利益が欲しいすぐなんとか売りたいとかって言ってたらですねもう今いる人材で一番お金稼げるフォーメーションってなるでしょででも今じゃないんです 数十年先のですね、あそこに行くにはこの人材を置いてここまで行くといいだろうというやり方ができるのがベゾスなんですね面白いこれはですねスピードロジックそしてロングターンこの3つの能力が掛け合わさってこの AI フライホイールを徹底的に社員に教え込むんですね絶対的にこの回転を止めるなとだからあのアマゾンはですねあくまで これによってですね、面を取って、利益を上げて、最終的にブリーオリジンを飛ばすという、人類を宇宙に飛ばすというですね、もうためだけにやってるですね、回転を止めるなというですね、そういう男なんですよ。すごいパワーですよね。はい。なので、時として矛盾に満ちた行動を行っている。おい、ベゾスってこういうやつじゃないの違う。ベゾスってこういうやつじゃないの違う。 どういうういことがしたたかったんだろう後に明らかになるそういうことがしたかったのかという男が15兆円にたどり着く、ね、つまり生鮮食品音楽エンターテインメント家電ねで輸送データクラウド全部その上でこの後広告医療銀行保険を狙っていくだろうとまだベゾスに見つかってないだけでベゾスがロックオンしたら逃げれると思うなよと。 ウェブコミュニティプログレス人は何者にでもなれるいつからだ次はあなただ